駅前景気地霊駅は、和歌山県和歌山市基地霊にある、和歌山電鉄岸川線の駅。駅番号は08。古くからの集落にあり、利用客が多い駅である。単式ホーム一面一線を持ち列車同士の、行き違いができない地上駅である。この駅の駅舎は1998年に撤去され、設備としては、ホームとその上の上屋。 そして独立したトイレがあるのみである。ホームと外との連絡はホームの端にあるスロープによる。駅舎の跡地には利用者が自転車を置いている。無人駅で自動券売機や自動改札機などは設置されておらず、するっと関西対応のカードも使用できない。ただし、前述の通りこの駅は利用者が多いので朝夕の、ラッシュ時などにはワンマン列車に運転手の他に、この駅で 収札業務をするための要因が、和歌山駅からこの吉礼駅まで乗車する。岸川線の駅では唯一、ホーム側に看板型駅名標が存在しない。かつては存在したが、現在白く塗りつぶされた移行のみが残存している。2019年度の調査結果では、1日平均乗降人員は410人で、ある。各年度の一日平均乗降人員は、下記の通り。 この駅の北側には古くからの吉礼集落が広がっており、駅前には商店などもある。またこの駅の南側を東西に流れる和田川を橋で渡った対岸には勝負球団地がありここの住民にも当駅の利用者は多い。当駅の南側の低い山の上には和歌山新愛女子短期大学があるが同大学へは隣の岡崎前駅から行く方が便利である。 名お東駅と東駅の一つ和歌山寄りにある岡崎前駅との間で、岸川線は、半和自動車道と交差することとなる。和歌山機動線廃止以降、道線の上都まで、南海最南端の駅であった。また、当時存在した3.33フリー切符では、近鉄の賢島駅よりも南にあり、同フリー切符で、乗降可能な最南端の鉄道駅であった。ありがとうございます。